俺は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。今日は大学時代の友人である今田に誘われて沖縄へ釣りにやってきた。どうだ博文、気持ちがいいだろう。ああ最高だ。最近いいことがなかったからいい気分転換だよ。学生の頃はよく釣りに行ったもんだが、就職してからとんとご無沙汰だった。今は仕事を頑張らなきゃいかんしな。日頃忙しい分今日はしっかり楽しんでおけよ。ああ俺はお気に入りのネックレスを指で弾く。なんだそれ、まだつけてたんだな。ああこいつは幸運のお守りだ。俺は学生時代に親父を亡くした。形見だった記念硬貨を加工してペンダントにしたんだ。そんな感じで雑談しているうち釣り場に到着した。俺たちはのんびり釣り糸を垂らした。お、なんか水面をパシャパシャ飛んでるやつがいるな。ダツだろ、ここら辺は多いようだ。ダツ、なんか細長いやつだ。俺も詳しくは知らんが、この辺じゃ割といるぜ。一応食えるらしい。ほう、こっちの餌を取られなきゃいいんだがな。もっといい獲物を狙おうぜ。いざ本格的に釣りが始まれば、俺も今田も口数が少なくなる。適度な船の揺れ、心なしか時間がゆっくり流れているようだ。都会の喧騒の中では決して味わえないこの感じ。ふぅ、風流だな。釣りというのは面白い。釣ろうと思っているとかからず。どうだ、今度のもまずまずの大きさだ。絶好調だな博文。俺みたいに魚なんか気にせずリラックスしているとポンポン釣れる。これが醍醐味だ。その時、今まで仕事をしてなかった今田の竿が大きくしなった。あ、これはでけえ。博文、手伝ってくれ。あゆ、大物だな。絶対離すなよ。竿を必死に引き上げると水面に大きな獲物が顔を覗かせた。今日一番の大物だろう。こりゃ糸が持たねえ。博文、網ですくってくれ。おう、任せろ。俺は大物を逃すまいと網を手に船べりから身を乗り出した。ふっ、その時悲劇は起こった。うわぁ、博文、水面から何かが飛び出してきて、次の瞬間俺は激痛に襲われ海へ落下した。船長さん、それが海に落ちた。なんだって。そして水面から顔を出した俺の姿は蒸気を逸するものだった。なぜなら俺の首に細長い魚が突き刺さっていたからだ。今だ、助け、ヒロミ、船長、もっと船を寄せてくれ。俺は引き上げてもらったものの、出血がひどく意識が朦朧としていた。しっかりしろヒロミ。お客さん、ダツを抜いちゃダメだ。血が止まらなくなって死んじまうぞ。船は大急ぎで港に帰り、通報できていた救急車に乗せられた。お願いします、こんな魚だとは。一刻を争う、すぐに出そう。病院に着くなり緊急手術。無事俺の首から魚は取り除かれた。意識のない間、付き添い人である今田が医師から説明を受けた。先生、博文は。幸い佐竹さんは大きな血管や気管も損傷はなく、命に別状はありません。そうですか、よかった。ここに来たのは正解でしたよ。人に刺さったダツを引き抜くには特殊な器具が必要ですからな。医者によるとダツというのは非常に危険な魚で、世界中で死亡事故が起きているらしい。しかも奴らは刺すだけでなく、傷口をえぐろうと回転するので治療も大変なんだそうだ。ダツは小魚を餌とし、その鱗が日光を反射する光を目ざとく見つけて時速60キロで突進するのだそうだ。沖縄ではダツはサメよりも怖い魚と言われているらしい。これは推測だが、俺が襲われたのはペンダントのコインが原因かもしれない。水面の照り返しを受けてコインが光ったのを、ダツは獲物だと勘違いしたんじゃないのか。俺は手術の翌日に意識を取り戻した。傷に触るとのことで喋ることは禁止。よかったな、大事に至らなくて。まったくだ、命を取り留めたのはラッキーだった。連絡を受けた彼女が飛んできて、えらく泣かれた。心配かけちまったな。せっかくの休暇も台無しだが、まあ、生きてただけよかったよ。俺の名前は佐竹博文。どこにでもいる平凡なサラリーマンだ。今は会社から春休みをもらい、沖縄に着いたところだ。常夏の沖縄は海開きが異常に早い。3月だってのに、もう泳げるんだからな。俺はこの時期の海が大好きで、毎年ここでエメラルドグリーンの海を堪能している。ビーチを賑わす女性の水着姿も楽しみだが、まずは泳がないとな。まあビーチにいるのは地元の娘じゃなく、皆観光客だけどな。海にぷかぷか浮かぶってのはことのほかリラックスできる。へー、極楽極楽。潮の音を聞きながら波に揺られていると、常夏の日差しも気持ちよく感じるのだから不思議なものだ。このまま波に身を任せるのも悪くないが、おー、ちょっと小腹が空いてきたな。休憩を取るにはいい頃合い。一旦海水浴場に戻ることにした。心地よい疲れを感じながら泳ぐこと数分。ずいぶん沖まで流れてたんだな。ようやくだ。砂浜まであと少し。ラストスパートを切ろうとしたその瞬間、俺の股間に焼けるような痛みがほとばしった。今までも様々な痛みを経験してきた俺だが、今回のわけは違いにひどい。しかもここはまだ足がつかない深さ。
痛みで下半身が完全に痺れてしまい、俺は溺れてしまった。沈んでいく感覚、迫り来る死の恐怖、俺の人生はこれで終わりなのかと思ったその時、不意に誰かによって俺は引き上げられた。大丈夫ですか？助けてくれたのはライフセーバーの兄ちゃんだった。九死に一生とはこのことだ。生も根も突き果てた俺をライフセーバーが陸まで運んでくれたのだが、じゃこりゃ、自分の股間を見て俺は絶叫してしまった。そこには俺の海パンの中に尻尾を突っ込んだエイがいたんだ。刺されてるんじゃないかこれ。やばいぞ、こいつ毒持ちだ。震える手で海パンの中を覗き込んでみれば、やだ、尾の棘が食い込んで血濡れな上に5倍くらいに腫れ上がった俺の息子が見えた。よいしょ、おい、無理で引っ張るな。こいつの毒針には返しがついているんだ。結局本体から尾を切り離すことくらいしかできることはなかった。もうこうなったら病院に行くしかない。救急隊に身を委ねた。こりゃ痛そうだ。騒ぎで集まってきた野獣馬たちに針の刺さったあそこを晒しながら、くわ、死にて。病院に着くなり医者は言った。こりゃまた結構な場所を刺されましたな。うっせえな、笑い事じゃねえんだよこっちは。無理に引き抜けば傷が悪化する毒の影響もあるので手術で取ることになった。切開して針を取り除く。局所麻酔を。手術中俺は、えいってどうしてあんな平べったいんだろうなんてことを考えていた。手術は成功、息子の腫れも早晩引くだろうということらしい。刺し傷が尿道に届いていなかったのと睾丸が無事だったのは何よりでした。刺し傷がちょっとずれていたらえらいことでしたよ。そんな怖い話を笑顔で言うなよ。俺を刺した赤絵ってやつはかなり危険で、毒は下痢や筋力低下を引き起こす。刺されどころが悪いと死亡するケースすらあるという。息子を晴らしたまま死んでたかもしれないわけですか。なんて嫌な死に方だ。あなたは運がいいと言っていいか分かりませんが、とにかく結果オーライですよ。息子の傷が治るまで俺は禁欲生活を余儀なくされた。まあそりゃしょうがないか。あ、なんだこりゃ。ブルーになってる俺にさらに追い打ちをかける事態が発生した。エインで刺された時の俺の写真がネットに流れバズっていたのだ。顔は隠されているが見る人が見たらわかるぞ。なんてこった。中には息子が大きくなるならいいじゃん、俺も刺されてなんて書き込みもある始末。ふざけやがって。俺が二度と海水浴に行かないと誓ったのは言うまでもない。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいる普通のサラリーマンだ。今日は今付き合ってる知恵に誘われて彼女の実家に来ている。佐竹さんいらっしゃい。ここはお米もいいし野菜も新鮮だからたくさん食べていってね。ありがとうございます。農家だからか知恵の母親はやけにパワフルな感じだ。言うだけあって夕食はとてもうまい。野菜は田んぼの近くに生えているのを取ってきたばかりだそうだ。クレソンなんて初めて食ったけどうまいな。味は農薬を使わない有機栽培だからね。自然は多いし飯もうまい。結婚したら父さんの後を継いで農家になるのもありかもな。楽しい時間はあっという間に過ぎ、すみません、お世話になりました。なんの、また知恵と遊びに行きなさい。俺は両手いっぱいにお土産をもらって知恵の実家を後にした。それから2週間経った頃、俺は体の違和感を感じるようになった。あ、なんだろうな、いまいち体の調子がおかしい。深刻というわけではないが、動くと息が切れたり脇腹が痛んだり、とにかく調子が悪い。まだ俺は30代に入ったばかり、年のせいとは思えないが、30超えると20代みたいな無理は効かないって言うしな。度重なるアンラッキーが体を蝕んだのだろうか。そして1ヶ月半ぶりに知恵と会ってみれば。ひろふみ、あなた。お、どうした？顔色がめちゃくちゃ悪いわよ。開口一番こんなことを言われた。確かに体調不良だが、せっかくのデートで気を使わせたくない。大丈夫、気のせいだよ。ちょっと疲れているだけで。違う、ひろふみに限って気のせいとかない。絶対妙な病気に決まってるわ。割と失礼な断定によって病院へ行くことになってしまった。行きつけの病院は距離があるので、俺たちは近場の方へ足を運んだ。すごい顔色ですね。何か自覚症状はありますか？はあ、少し疲れやすいのと何度か立ちくらみが、顔色がよほど悪かったのか、血液をはじめいろいろな検査を受けさせられた。一通り調べられた後、しばらく待っていたら、再び診察室に呼ばれた。佐竹さんには重度の貧血症状が出ていたので、血液を調べたところ、赤血球が著しく減少していました。はあ。あ、それって、その、まずいんですよね。ええ、造血管細胞に何らかの損傷があるかもしれませんので。そう言って医師は俺に大きな病院への紹介状を書いてくれた。普通なら日を置いて別の病院に行くところだが。今日中にはっきりさせましょう。このままじゃ不安で仕事が手につかないわ。ああ、その日のうちに紹介先の病院を訪ねることになった。
紹介状のおかげか待たされることなく診察を受けられた。おや、胆管が部分的に塞がってますね。腹部に超音波を当てたところ、肝臓付近に異常があることが分かった。これが関連しているということで、内視鏡を使って閉塞の原因を確認してみると。ん？何かが中で動いてますな。なんだこりゃ？この時点で俺の背筋には、おかんが走り抜けていた。何かが動いているだと？そこには内臓の内側に食いついて、内視鏡でつつかれるともぞもぞ動く謎の物体が。おお、これはもしかして、貫徹か？まさか、また寄生虫か？医師の言葉に俺はまた妙な生物が自分の体に住み着いたのを確信したのだった。検査を終えた俺を待っていたのは貫徹症という聞き慣れない病名だった。佐竹さん、現在あなたの胆管は貫徹という生物に寄生されています。貫徹というと昼か昼にやられるのはこれで2度目だ。貫徹とはその名の通り、肝臓やその周辺に寄生する吸血ヒルのことだ。こいつは水田に住む貝にひっついています。水田近くに生える草を生で食べると稀に寄生しますな。それじゃあお母さんのサラダが原因で。この貫徹症は九州地方で数年間に10例程度と数は少ないものの確実に存在している。予防には稲に触ったら手洗いすることと、水田周辺に生えている草は煮沸消毒することだという。治療せず重症化してしまうと胆汁性肝硬変などを引き起こし、皮膚や白目の部分が黄色くなり死に至ることもある。幸いにも発覚が早かったこともあり、俺は軽症のうちに治療が始められるそうだ。もうちょっと来るのが遅かったら死んでたかもしれませんよ。その後虫下し薬が処方され、俺たちは病院を後にした。ごめんねひろふみ、私のお母さんたちのせいで。気にすんな、事故だよ事故。そう、全ては俺の不幸体質が悪いのだ。俺の名前は佐竹ひろふみ、どこにでもいるサラリーマンだ。今日は知恵の実家に泊まりがけで遊びに来ている。うちの近くに大きな湖があるのよ。夏に泳ぐとすごく気持ちいいの。湖か、いいな。そんなわけでお互い休みの会う時を見計らって一足早いキャンプとしゃれ込んだのだ。地元の人しか知らない穴場なんだって。うん、近頃はこの辺も若い子たちが減ってるから遊びに来る人はいないと思うわ。少し寂しそうな知恵には悪いが、俺にとっては好都合。何しろ今年は海水浴場が軒並み閉鎖される予定だ。人が集まる場所には感染リスクがあるからな。ここんとこ暑いし、二人きりで羽を伸ばせる。着いたぞ、ここか。久しぶりだわ、よくここで友達と泳いだの。よし、ちゃっちゃとテントとか組んじまうか。こうして俺たちは存分に湖の気持ちよさを楽しんだ。いやー、ここんとこ夏並みに暑いから本当に生き返るわ。でしょ、自然に囲まれてるから都会より涼しいのよ。おまけに彼女の水着姿が眩しい。あ、俺は急に尿意を催してしまった。どうしよう、上がるか、面倒な。どうせ水の中だし。どうかした？いやー、やっちまった。すまん、美しい湖よ。しかし、ある意味これもまた大自然。生暖かい。こうして俺たちは翌日まで優雅なバカンスを楽しんだ。来年もまた来ような。ええ、綺麗な湖から力をもらったわ。水中で粗相しまったのは死んでも知恵には言えんな。それから数日が経った頃、俺は股間に違和感を感じるようになっていた。なんだ、股間が痒い。もしかして妙な病気か。まさかそっち系の病気だろうか。しかし俺はまだ知恵とはプラトニックの段階にあり、清い交際だ。おお、佐竹さん久しぶり、やってかない。悪いな、俺はもう卒業したんだ。ここんとこそれ系の店の世話にはなってないし、股間の病は男女関係において間違いなく致命傷。知恵に気づかれないうちに始末をしておかねば。例の危険センサーもビンビン反応していたこともあり、俺はすぐに病院に足を運んだ。とりあえず泌尿器科に駆け込んでみたのだが、これはまさかセルカリア皮膚炎では。佐竹さん、最近生水に触れたことは？ええ、友人と N 県の湖に泳ぎに行きました。君、保健所にすぐ連絡を。はい。なんだか大事になりそうな予感。一体どうしたのか尋ねてみると、佐竹さん、あなたは充血吸虫症の可能性があります。寄生虫ですか。はい。どうやら俺はまた厄介な虫に取り憑かれてしまったらしい。医師の話では俺に寄生している可能性がある日本充血吸虫は今の日本では撲滅されたはずの代物だし、奴は寄生すると体内で卵を産み、それが内臓や時には脳までも破壊してしまうという。このままだと死んでしまうんですか。本当に寄生されていたとしたらそうです。撲滅まで数多くの死者を出しました。恐ろしい生物です。
ただ問題は日本充血球虫が股間から寄生したという例は今までなかったということだ。ひょっとすると中近東やアフリカに分布するビルハルツ充血球虫なのかもしれません。外来種が取り付いてきたということですか？今の段階ではなんとも。俺は都内の大きな病院に転院することになった。佐竹さん、一緒に行った友人も調べる必要があります。呼び出してくれませんか？え、彼女も寄生されているかもってことですか？湖が原因なら。あるいは。俺はすぐ知恵に連絡した。え、また何かしたの、ひろふみ？今回は君にも危険が及んでいるかもしれないんだよ。そう言うと知恵はすぐ病院に駆けつけてくれた。それから救急車で大病院へと運ばれた俺たち二人は、採血、採尿などなど様々な検査を行うこととなった。大したことないといいんだけどな。日本の救急だったら今よく効く薬があるから、そっちの方がいいよ俺は。ネギさん、あなたは問題なしです。よかった。佐竹さん、あなたはビルハルツ充血吸収症と分かりました。そんなことだと思ったよ。何でもビルハルツ充血吸収ってのは性器から膀胱に寄生するんだそうだ。あれだ、あの時水中で出してしまった、あれが幼虫を引き寄せてしまったんだ。そうと分かってたらあんなことしなかったのに、なんてついてねえんだ。このまま手を打たないと血尿や排尿困難、肝臓や膀胱のがん、血流に卵が乗ると脳梗塞なども引き起こします。あ、いやもう怖いのは分かったから治し方を言ってくれよ。で、治療はというとプラジカンテルという薬を使うんだそうだが、一回投与で済む代わり成虫にしか効かないらしい。なので佐竹さんは寄生虫が成長するのを待ってから投与します。2週間後になりますね。それまで俺は入院することになってしまった。助けてくれ。それから2週間後。もういいの？一応1ヶ月後、再発してないか検査するってさ。それで異常がなけりゃ晴れて完治ってわけだ。長かったぜ、まったく。結局あの湖は遊泳禁止になってしまったらしい。あの充血吸虫の侵入経路が分かっていない以上仕方がないだろう。あそこは思い出の場所だったのにな。元気出せよ。夏本番になったらどこか連れてってやるから。うん、その時は変な病気や虫をもらってこないようにしてね。ああ、もちろん。と言いたいところだが、自信がねえな。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。残り少ない夏休みも終わりに近づく中、観光もいいが、こういうのんびりした時間も悪くないな。一つくらいは夏の思い出をと一念発起した俺は海釣りにやってきた。今までに海に出たせいで俺は二度命を落としかけている。一度目は脱で首を、二度目は毒影に股間を刺された。首と息子を刺されるなんて通り魔よりもひどいぞ。俺にとっては死を暗示する場所だが、水辺に入らなければ危険はない。この青空なら天気が荒れて海に叩き落とされることもないだろうしな。今日こそは無事に帰ってみせるさ。そう密かに心に誓いつつ、まったりとした時間を過ごしていると、おう、兄ちゃんも釣りかい？ベテランっぽい釣り人のおじさんが声をかけてきた。俺のような素人と違って釣りのプロって感じだ。まあすみません、パラソル邪魔ですかね？いやいや、この暑さだからね、日差し対策は必要だよ。さあ釣りだと糸を海へと投げてみれば、お、なんか変な手応えが。大物？いや、竿から妙に重いものを引っ張るような感触が伝わってきた。糸の先を覗き込んでみると、あー、やっちまった。こりゃ面倒だな。防波堤の下に積まれたテトラポットの隙間に糸が引っかかっていた。しょうがねえな。俺はテトラポットに降りて針を回収できないか試してみることにした。切って捨てるのも環境に悪い。よっよっ。糸をたどって近づく。歩きにくい。何に引っかかっているんだ？ここか、手が届くか、ギリギリだ。よいしょ。水面下に腕を伸ばした。その時、何か刺さった。なんだ？反射的に手を引き抜くと、タコ！小さなタコが手に絡みついていた。幸い手を抜いた拍子に針を外せたので、俺は獲物のタコを持って防波堤に戻った。珍しいタコだな。可愛らしいやつだ。食えるのかな？兄ちゃん、どうしたんだい？ああ、糸を引っ掛けまして、タコには噛まれるし参りましたよ。笑い話にしようとタコを見せたら、そいつはやべえぞ兄ちゃん。おじさんの顔色が急変した。そいつはヒョウボンタコって言って、フグと同じ猛毒を持っている凶暴なやつだ。すぐ取れ、死ぬぞ。まず座って傷口から毒を絞り出すんだ。むやみに動くなよ。それから傷を口で吸っちゃいかん、毒が回る。そう言うとおじさんはどこかへ電話した。俺は言われた通り手の傷を絞っていたのだが、なんか顔がしびれる、めまいもして、数分も経たないうちに体調不良が襲ってきた。座っていることすらつらい。そして昼に食ったものを全部戻し、うわ、体の感覚が鈍くなり呼吸困難に陥った。
こっちだ、急いで。聞こえるのは救急車のサイレンとおじさんの声。そのまま俺は気を失った。次に目を覚ましたのは病院のベッドの上。佐竹さん、先生、意識が戻りました。俺はどうなっちまったんだ。確かタコの毒で、それからよく覚えていないが。佐竹さん、よかった、気がついたんですね。ここは頭が回ってない、事態が飲み込めない。医師は俺に説明し始めた。病院に担ぎ込まれた時、俺は意識不明の重体だったそうだ。何しろヒョウモンダコの持つ神経毒テトロドトキシンは治療解毒の方法がないですからな。え、じゃあ俺はどうやって。医師が言うには、テトロドトキシンは時間とともに人体の代謝によって分解無毒化されるらしい。なので我々は人工呼吸器で呼吸を確保してあなたの生命力にかけたんです。それで生き残るとは、我ながら悪運が強いな。毒が抜ければあっけないもので、数日で俺は退院になった。夏休みの最後を青酸カリの1000倍の毒に当たって潰すとは。ついでね。もう海には行かないぞ、怖くて近づけない。コリコリだよ、まったく。俺の名前は佐竹博文、どこにでもいるサラリーマンだ。突然だが、俺は今ある症状に悩まされている。またかよ。それは左足をジクジクと苛んでいるこの水ぶくれなのだ。こいつが皮膚に現れたのは数日前のことだった。シャワー中、突然かかとに焼けるような痛みを感じたのだ。風呂から上がるとでかい水ぶくれができていた。やけどか。お湯の配管に偶然触っちゃったのかな。その時は深く考えず軟膏を塗って済ませたのだが、しかし水ぶくれは一向に治ることがなく、雨の日など水の気配を感じると特に痛痒感がひどくなるのだった。さすがにおかしいと思ったが、あいにく今は会社の繁忙期、病院に行ってる暇がない。佐竹さん、 A 社の請求書できてます。だあ、ちょっと待ってくれ。俺は皮膚の中で何かがうごめいている感覚を我慢し、業務に励んだ。こうして俺はなんとか繁忙期の修羅場を乗り切り、はあ、やっぱでかい風呂はいいな。自分へのご褒美にスーパー銭湯へと繰り出したのだ。だがしかし、俺はそこで思わぬ悪夢に遭遇することになる。ちょっとサウナで頑張りすぎた。水風呂で冷やそう。ほてった足を水につけた瞬間、足の水ぶくれから今までにない強烈な痛みと灼熱感が襲ってきた。痛みに悶絶しながら足元を見た俺は、そこで信じられないものを目にした。なんじゃこりゃ。水中の水ぶくれを突き破って、白いミミズのような生き物が顔を出していたのだ。あまりの光景に風呂を飛び出した俺は、救急ですか、助けてください。足から虫が。お客様、ここでは携帯は禁止。すっぱだかのまま119番した。俺は病院へ搬送された。患部を見た医者は意外そうな顔をして言った。間違いないな、これはギニアワームです。ギニアワーム、寄生虫です。こいつは珍しい。佐竹さん、直近1年間にアフリカに渡航しましたか。そうですね、一度仕事でエチオピアに。そこで生水を飲みましたか。どうだったかな。そこで一つ思い当たる節があった。1年前、会社所有のコーヒー農園の視察でエチオピアの村へ行った。あっついな、喉がガラガラだ。佐竹、水飲むか。渇きに耐えかねて村人から水をもらった。濁っていたが、俺は飲んだ。しまった、あの時か。まず間違いないでしょうな。そう言うと医者はギニアワームの生態について語り出した。ギニアワームは西アフリカ地域に多い寄生虫の一種で、白い線虫だ。こいつらはため池などに住むミジンコに寄生し、それに汚染された水を人間が飲むことによって感染する。人体内に入った幼虫は小腸で交尾した後、皮膚の下を通って足まで移動。やがて体長1メートルに成長し、宿主の足が水に浸されると皮膚を突き破って水中に産卵するのだ。つまり俺の体内で交尾し、足に潜んで水中に浸かるのを待ってたのか。先生、こいつで死ぬようなことないでしょうね。命には関わりませんが、骨膜炎で歩けなくなる可能性はあります。なんてこった。その後、ギニアワーム摘出のためレントゲンを取った。ここと、ここと、2匹いますね。うち1匹はどうも死んでいるようです。こんなにはっきり映るもんなのか。で、どうやって取るんです。手術ですか。違います、足を水につければ顔を出しますから、そこを狙って掴み、マッチ棒で巻き取って抜いていくんです。超アナログですね。奴らは皮膚の中を逃げ回るので、切開で取り出すのは難しいそうだ。なんとも不安な方法だが、文句を言ってもしょうがない。では足を水につけてください。はい。こうして実に原始的な摘出作業が始まった。水につけた瞬間、水ぶくれの位置に火箸を刺されたような激痛が走る。痛ー。
動かないで。途中でちぎれると後遺症が出ますよ。それは嫌だ。こいつとの付き合いはこれを最後にしたい。こうして地獄のような摘出作業は終わった。よく頑張りましたね。これがあなたの中にいた虫です。てかまだ生きてるじゃねえか。もう大丈夫ですよ。その後は患部を消毒するだけで処置は完了した。足に違和感が残っていたらもう一度来てくださいね。ギニアワーム、体内をこんな長いやつが移動するんだ。その際筋肉周辺の組織を食い荒らすので後遺症が出る人もいる。聞けばこの病もうじき根絶されるらしい。ぜひともこのまま消え去ってくれ。あの焼けた火箸を突き刺されたような痛みを味わうのはごめんだよ。俺の名前は佐竹博文。どこにでもいる、いや人生設計に狂いが生じた男だ。日頃身を粉にして会社のために働いている俺だが。佐竹くん、君は随分と病欠が多いようだね。はあ、いろいろと不幸に見舞われまして、このところ雲行きが怪しくなってきている。それにしてもこの回数は異常だよ。年の3分の1を休んどるじゃないか。空いた穴を埋めるのにどれだけ苦労しとるかわからんのかね。すみません、度重なる病欠は断じて俺のせいではないのだが、休みすぎなのは事実。職場には迷惑をかけっぱなしなのだ。営業成績も飛び抜けていいわけでもなし、これ以上続くなら会社としても対処を考えねばならん。わかったかね。規模に命じます。そんなことがあったので。バタケ、インドへ出張だ。明日すぐ立ってくれ。いいね。なんて急な。はい、わかりました、部長。断れるわけがなかった。悪いが、知恵との年末デートはキャンセルだ。そのような事情で俺はインドへと渡った。そこでやることはというと、年末にやることは世界中どこも一緒なんだな。ニューデリー支社での在庫チェックだった。現地採用の社員だけでは信用ならんということらしい。張り合いのない仕事だぜ。もちろんだからといって気を抜くわけにはいかん。こちとら解雇にリーチがかかっているんだ。ここから2ブロックが入庫分です。その向こうが返品で。数が一つでも違ったら大変だぞ。入念に確認しろ。海外では様々な病気が俺を狙っている。今度やられたら首が飛ぶ。冗談じゃない。だから今回の出張では衛生環境に徹底的に気を使った。インドに来たらカレーと行きたいところだが危険だ。ここの料理も生水も慎重に慎重を重ねる。全て自前のインスタント食品で済ませた。ホームレスになることに比べればこのくらい大したことじゃない。ホテルの部屋は強力な防虫剤を撒いてある。危険はどこからでもやってくる。ダニや蚊の一匹さえ気をつければ。なんたって馬場に寄生されたことだってあるんだからな。あんな思いはゴリゴリだ。何の匂いだこれ。虫除けじゃないかな、日本の。あーすまん、俺だ。扱ろうが服は脱がない。露出部分は虫除けでガードするのだ。こんな涙ぐましい努力が功を奏し、俺は無事に出張最終日を迎えることができた。今日さえ乗り切れば首がつながる。チェック作業ももうすぐ終わる。思わず安堵の息が漏れる。チェックすべて完了です。飛行機まで時間があるでしょ。お茶でもしましょうか。ありがとう。でも遠慮しとくよ。気遣いはむしろ迷惑だっつの。すぐ荷造りして空港へ。そうすりゃまず心配ない。そうして足を踏み出したその瞬間だ。足だ。鋭い痛みが走った。来た。何かわからんが来やがった。針を2本突き立てられたような痛み。資材から釘状のものか。俺は自分の足を見て仰天した。だっ、なぜならそこには俺のすねにがっちりと食いつく大蛇がいたからだ。こいつコブラだ。キングコブラ、テレビで見た。お前を狙うのが虫や細菌だとなぜ決めつけた。こちらを見上げるコブラの視線がそう言ってるように感じた。だっ、キングコブラ。毒蛇の中で最大級の大きさで、なおかつ強力な神経毒を持つ。その毒には象も勝ち目がない。俺の脳裏にそんな情報が駆け巡っていた。そんな危険種だから一瞬後には。佐竹さん、どうしました。現地スタッフの声が遠く感じる。まずいぞこれは。気を失う兆候だ。くっそ、負けるか。首がかかってるんだ俺は。断はしない、絶対に。唇を噛み切り、意識をつなぎ止めた俺は、コブラをそのまま掴み上げた。心臓は痛いし、目はかすむ。だが俺はあらゆる感染症から生き延びた男だ。こいつに噛まれた。病院はどこだ。この程度で死んでたまるか。そのまま現地の病院へ案内された俺は診察室へ直行。こいつの血清をくれ。噛まれたんだ、早く。何？これにはコブラの本場インドの医者も度肝を抜かれていた。こうして血清はなんとか間に合った。随分と量を入れるんだな。コブラは世界最強の毒を持ってる。っていうか寝てていいんだぞ。首がかかってるんだ。血清は 800ml 点滴された。医者には2、3日の入院を勧められたが断った。帰国後の2日間の休みで復調してみせる。会社にコブラの件は伝わってるだろうが、病欠はしない、絶対にだ。その日のうちに机上の人になった。飛行機の中なら寝てもよかろう。今回はきつかった。仕事自体は何の問題もなかったので、俺の首は皮一枚で繋がった。
しかし今回の大立ち回りが死者から伝わってきたため、よっコブラキラー、うっせえな。しばらく職場でいじられた。クビになるより何歩かマシだ。何があろうと俺は生き抜いてやる。俺の名前は佐竹博文。つい最近仕事を失ったごく普通のプー太郎だ。町に買い出しに来てみると八百屋の親父に声をかけられた。兄さん、このぶっといバナナどうだい。バナナか、どこの産地なんだい。あまりに太かったので興味を引かれた。こいつはブラジルさんだ。ブラジル？バナナって台湾かフィリピンのイメージだが。暑い国にはどこにもあるんだよ。兄ちゃんのやつよりぶっといぜ。うお、どっしもネタが飛んできやがった。このところ甘いものはご無沙汰だったし、たまには悪くないだろう。じゃあ一つもらおうか。おう、いいところを選んでやるよ。ブラジル産というのは少し引っかかったが、八百屋のお墨付きだしな。しかしその時俺は全く知らなかったんだ。本当にぶっといな。このバナナに潜む死神の存在を。自宅で夕食を終えると買っておいたバナナが目に入った。バナナ食うのも久しぶりだ。そんなことを思いながら俺は皮を剥いた。そしていざ食おうと口を開けた時、俺は思わず自分の目を疑った。なぜならバナナの皮と身の間からずるりと何かが這い出してきたからだ。それは見たこともない雲だった。やつは音もなく俺の手に乗ると前足を上げてゆらゆらと踊り出す。その特殊な模様から異常性をビンビン感じた。ふぬけたな。その瞬間、慣れ親しんだ悪感が背筋を駆け抜けた。そう、それは死の予感だ。とっさに振り落とそうとしたが、それより早く奴の牙が俺の手に突き刺さった。最初に感じたのは針を刺すような痛み。その直後、何かが染み込む感覚があった。と同時に神経がちぎれるようなとんでもない激痛が走った。そしてその激痛は血の流れに沿うかのように全身へ広まっていた。さらに恐ろしいのは、痛みを感じた場所がしびれて動かなくなることだ。全身の血管が沸騰したかのような想像を絶する激痛が。それに合わせてみるみる体の自由が失われ、視界も暗くなってきた。そんな痛みと恐怖の中、俺は震える手で蜘蛛を捕まえ、近くにあったガラス瓶に放り込むと歯を食いしばって蓋をした。全身に広がった激痛に蝕まれながら気力を振り絞り119した。何ですか、消防ですか。救急。蜘蛛に、毒蜘蛛に刺され、助け。救急隊を待つ間はまさに地獄。体が血が湧き立っている。意識を失ったら二度と目を覚ませない。死ぬ、絶対死ぬ。10分後救急隊が到着。その時には俺は呼吸もままならなかった。大丈夫、頑張って。クモ、かんだクモ。そこまで行って限界が来た。俺の意識は闇に沈んだ。目を覚ますと病院のベッド。ということは俺は助かったのか。佐竹さん、気がつきましたか。先生。見慣れた医師の顔を見て少し安心した。舌にしびれが残っていたが、痛みはだいぶ軽くなっている。いやー、本当に危なかった。まさか日本で黒毒シボグモに噛まれる例が出るとは。黒毒シボグモ？聞いたこともない名前に口から思わず疑問の声が漏れた。俺を噛んだのは黒毒シボグモ。性格は極めてどう猛。持っている毒は世界一とギネスに認定されているほど強力。一匹で80人の人間を殺せるらしい。しかしそんな奴がなぜバナナの中に。噛んだ蜘蛛を保存しておいたのはさすがです。あれがなかったら特定に時間がかかって血清が間に合わなかったでしょう。何しろあの蜘蛛の毒は成人男性でも25分で死に至らしめるんです。25分。先生の話ではこの蜘蛛はバナナスパイダーとも言われ、バナナの葉や身に隠れる習性があるという。イギリスなどで似た例はありますが、噛まれたのは佐竹さんが初じゃないですかね。世界初かよ。なるほど。ところでその目が覚めてからやけに股間がギンギンなんですが、どういうわけです？ああ、それね、毒の副作用です。あの蜘蛛の毒は血圧上昇などで ED に効果があるのです。命だけでなく男の尊厳まで脅かすとはとんでもない毒だ。事件から3日後、毒の影響が抜けた俺はそのまま隊員と相なった。ひろふみ、久しぶり。美味しいバナナを買ってきたんだけど。どうもバナナは勘弁してくれ。あの一件の影響でバナナが食べられなくなったのは言うまでもない。俺の名前は佐竹ひろふみ。ひろふみ、怖い。絶対に手を離すなよ。今度こそ本気で死神の足跡が聞こえるサラリーマンだ。俺たちがこんな災難に遭遇することになったのは、ひろふみ、今度の休みにここに行かない？北海道の秘湯、地元民だけが知る穴場か。彼女の知恵が持ってきた旅行の話がきっかけだった。こうして俺たちは北の大地へと降り立った。着いた。ここが北海道か。
おいおい、あんまりはしゃぐなよ。空港からすぐにレンタカーで現地へ行く手はずは整っている。一路秘湯へ向けて走る俺たち、楽しみだね。なんだったら一緒に入る？おいおい、からかうなよ。都会と比べて嘘みたいに車がない道も道中を楽しむスパイスだった。しかし秘湯が近づくにつれ、旅は過酷なものへと変貌した。どう、すげえな、ほとんど道がないぞ。気をつけて、こんなところで落ちて死ぬとか嫌だよ。崖の角度はほぼ90度、落ちたらまず助からないだろう。そうして難所を切り抜けてきた俺たちだが、それも道半ばで終わりを迎えてしまった。ダメだ、どうやっても出られない。そんな、舗装されていない山道にできた大きなぬかるみに車がはまってしまったのだ。とはいえ地図の上では秘湯まではそう遠くない。30分も歩けば着くさ。頑張ろう、人もいるだろうから助けてくれるさ。そうだよね、汗かいた方がお風呂は気持ちいいし。俺たちは気を取り直して徒歩で秘湯まで向かうことにした。行きがけに買っておいた飲食物を背に山道を歩くことしばし。なんだこの感覚は。俺は何かに見られているような奇妙な感覚を覚えた。最初は気のせいかと思ったが、背中に走る冷たい感覚は本物だ。ねえ、ひろふみ、聞いてるの？ああ。背中を流れる冷や汗を隠しながら知恵の方を向いたその時だ。俺は見てしまったんだ。どうしたの？知恵から少し離れた茂みの中で荒い息を吐く巨大な死神の姿を。とっさに知恵の手を握った俺は必死に逃げた。ひろふみ？いいから走れ。あれはやばい、マジでやばい。だってあいつは俺が逃げようとする寸前、知恵の後ろで立ち上がっていたのだ。もう人なんて考えている場合じゃない。車の中は、いやダメだ、窓を破られたら逃げ場がない。ひろふみ、なんとかして奴から逃げなければ。ヒグマはその巨体に反して足が非常に速い動物だ。大人のクマは時速60キロで走るといい、山中で追いかけられたら絶望しかない。本当ならクマを目の前にした時、走って逃げるのは刺激を与えるため自殺行為なのだが、逃げるんだ、死にたくない、死にたくない。俺は気が動転してわからなかった。焦りに支配された頭に妙案が浮かぶこともなく、急げ知恵。うん、追撃してくるクマから逃れる道を俺たちは木の上に選んだ。こっちはもう大丈夫、ヒロフミも早く。なんとか知恵を押し上げて俺も木へ登り始めたその時だった。俺たちを狙っていたクマが追いついてきたのだ。やつは木に張り付いた俺を見つけると、その背に右腕を振るってきた。そのまま俺に向かってきたクマは激しい攻撃を加えてきた。致命傷ではないかと思うほどの傷、骨も何箇所か折れるのが分かった。全身を襲う灼熱感、間違いなく命に関わる。耐えろ、ここで手を離したら死ぬ。俺は歯を食いしばって必死の思いで木を登り続けた。なんとか知恵のいる太い枝の根元まで登ることができた。ヒロフミ、傷を見せて早く治療しないと。なんでそんなもん持ってる。あなたの彼女なら当然の備えよ。こんな不幸体質なのにいい女に出会えたもんだぜ。俺への応急処置は終わったが、出血がひどい、助けが必要だ。嘘、圏外。しかし俺たちのいるところは携帯の電波が届かない場所だったのだ。仕方なくクマが諦めるまで木の上にいようとしたのだが、その考えは大甘だった。まだいるわ。くそ、執念深いやつだ。やつは俺たちに狙いを定めたまま全く移動しようとしないのだ。しかも隙あらば木を登ってこようとする。チェ、そのおにぎりを投げろ、やつの気をそらすんだ。うん。その度に俺たちは水や食料など手持ちの物資を失っていった。そうして全ての食料を失って地上にも降りられない俺たちは、うん、まずいよ。せめて腹を満たしておかないと、いざという時動けないだろ。歯に溜まった水滴や雨水で喉を潤し、吐いた木の皮で食いつなぐことになった。空腹と寝不足、さらに俺は深手を負っている。ヒロフミ、血が止まらないよ。なんてことはない、大丈夫だ。ここに登ってどのくらい経ったかわからないが、俺は正直もう限界だった。そんな時俺たちに転機が訪れた。何あれ、トンビ。くそ、もう一匹出てきやがった。なんと木の根元にさらに大きい別のクマが現れたのだ。やつもまた俺たちを食いたいのだろう。もう終わりだ。ジェ、今までありがとう。俺を落としてくれ。俺が餌になるから、お前は逃げろ。何を言ってるの、ヒロフミ。そんなことできるわけが。方法はそれしかない。せめて知恵を逃すチャンスを作るのが俺の精一杯だ。さあ、落ちよう。そう思った時、じゃあ、な、ん？全く想定しないことが起こった。後から来たやつが俺たちを狙っているクマを追い払ったのだ。食うやつが変わるだけだと思っていたら、クマはそのままこっちに興味を示さず立ち去っていった。ひょっとして助かった？そうかな。
間抜けなことだが、俺たちは何が起こったのか理解するのにかなりの時間を要してしまった。それから下方ぶりに地上へ降りた俺たちは車のあった場所に戻ることにした。先へ進んだらまたクマに出くわす。ヒロフミ大丈夫？お前こそ。体調は最悪の上、クマを警戒しつつだったので、その歩みは亀のように鈍かった。そうして丸一日歩いただろうか、俺たちはようやく車の場所にたどり着いた。あんたたちこんなところでどうしたんだい？人だ、よかった。それを最後に俺は意識を失った。ヒロフミ、地元の人は俺たちを病院へ運んでくれた。診察を受けた俺は全身の傷が可能しかかっていた。野生動物の爪は雑菌だらけですからね、すぐに消毒したのは適切な処置です。でないと破傷風で死んでましたよ。聞いてゾッとした。知恵は命の恩人だ。それから警察による事情聴取、同席した猟友会の人は生きて帰れたのは奇跡だと言った。クマは執念深いからね、獲物と定めた人間を何週間も付け狙ったこともある。何週間も？あの時別のクマが現れなかったら。そう考えると体から血の気が引いた。1週間ほど入院した後、俺たちは北海道を後にした。温泉入れなかったね。まあ命があっただけ儲け物さ。散々な旅だったけど、知恵との距離がまた縮まった気がする。それでよしとしよう。俺の名前は佐竹博文。食うな、俺を食うな。マスコットと言われていた奴らの本性に戦慄している男だ。俺は今日本を離れてシンガポールへ来ている。シンガポールか、前職で来て以来だ。理由は新たな仕事を得るため。佐竹さん、最終面接は本社のあるシンガポールになります。わかりました。なんと最終面接がシンガポールだったのだ。今回面接を受けているヒューマンアカデミー CP は急成長中の商社だ。佐竹さん、ようこそ。どうかお願いいたします。この通り迎えに来てくれる女性スタッフも美しいというわけさ。私の名前はリン、まだ社会人1年目です。そうですか、では今まさに大変な時期ですね。はい、でも家が貧乏なので両親のために頑張ってます。親に恩返ししたいと彼女は言った。素晴らしい会社に入り、家族の希望なのだろう。そうして市街地行きのバス停へ行くために公園の中を横切った時だ。あら、かわいいわ。おお、カワウソですね。俺たちの目の前にカワウソの群れが現れた。日本では水族館などの限られた場所でしか見られないカワウソだが、どうしてこんなところに？ペットにしては数が多いですね。シンガポールは野生で生きているカワウソがいるのよ。ここではこんな風に野良のものを時折見ることができたりする。群れるカワウソたちは確かに愛らしいが、今は構うわけにはいかない。ごめんな、ちょっと通らせてもらうよ。これから人生をかけた試験なんだ。だが俺は知らなかったんだ、カワウソが持つもう一つの顔を。カワウソの群れを半ばまで移動した。その瞬間、足首に何かが突き刺さるような鋭い痛みが走った。思わず下を向いた俺は我が目を疑った。なんだと？嘘、こんなこと今まで。なんと俺の足首に3匹ほどのカワウソが牙を突き立てていたからだ。引き剥がすために足を振り上げようとすると、さらに攻撃を仕掛けてくるカワウソ。佐竹さん、俺も女性も足を襲うあまりの痛みにその場へ倒れ込んでしまった。倒れた後も奴らの攻撃は必要だった。俺たちの体の上に乗っかると尻や背中、脇腹などに牙を突き立ててきたのだ。奴らの牙はホッチキスの針のように細く、スーツの繊維をたやすく貫通してくる。首はやめて。何よりヤバいのはむき出しになった首や顔を狙ってくることだった。一つ一つの傷は小さくても数が多い上に、奴らの顎は肉を噛みちぎる力がある。迎えに来てくれた女性が失血からか意識を失ってしまった。痛い、俺の肉がなくなっていく。食わないでくれ。全身を噛みちぎられる痛みの中、俺は必死に助けを呼んだ。しかし周辺に人はおらず、誰も来る気配はない。おお、俺の足が。そして自分の右足を見ると、爪が食い破られて骨が露出していた。その時俺は死が目の前にあると悟った。こいつらは危険生物だ、このままでは確実に死ぬ。こんなところで死ねるか。両足は剣までボロボロだったろう。しかし俺はアドレナリンで立った。そして俺は失血で意識を失ったリンを抱え上げた。君も絶対に死なせない、何としても親御さんの元へ返す。しかし人心を返さない獣は、そんな俺たちにも容赦なく襲いかかる。近寄るな。やるかやられるか、命を守るためだ。俺たちは君らに何の危害も加えていなかったろう。ふざけるな。とはいえ群れは30匹、多勢に無勢だ。逃げればまずい。
一歩進むたびに両足から血が噴き出す。骨まで傷が到達してるからな。ましてや人一人背負ってるんだ。しかも逃げても奴らは必要に追ってきやがる。もう足が動かなくなった。痛みを通り越して感覚もない。くそ。そして俺たちは再び奴らに取り囲まれてしまった。もう晩酌は尽きた。そんなに人間はうまいのかよ。そういえばどこかの偉い人は最後動物にその身を捧げたって聞いたことがあるな。そしてカワウソが再び俺たちに襲いかかる。畜生、食うなら俺だけ食え。死を覚悟し命と引き換えに女性を守ると腹を決めた。その時だった。棒を持った公園のスタッフが駆けつけてくれたのだ。大丈夫か、てめえらどこかに行け。なんという怪我だ、大変だ。おお、人間が増えたことで奴らも不利を悟ったのか、なんとか逃げてくれた。意識が。だが俺はその時点であまりに血を失いすぎていたんだ。おい、こっちの女性は首をやられてるぞ、救急車を早く。こっちの男性は両足の骨が見えてるぞ。信じられん、これをカワウソがやったのか。彼女は大丈夫なのか。その後俺たちはスタッフが呼んでくれた救急車に搬送された。こっちは重傷だが、もう一人に比べたらまだマシだ。彼女は大丈夫なんですか。危険な状態だが何とかしてみせる、我々を信じてくれ。こんなことを聞かされたので正直病院へ向かう間は生きた心地がしなかった。近年でも実際にカワウソが人間を襲った事例があるそうだ。いやー、来な来な。近づいてきた人間を時に群れで襲い命に関わるような事態になることも。こうして病院へ運ばれた俺を待っていたのは、野生のカワウソなんて雑菌だらけです。傷を受けたら破傷風一直線ですから。抗生物質注射の連打だった。俺は長時間かじられ続けたためやはり足の傷がひどい。手もダメですね、これは整形手術が必要です。そうですか。集中的に噛まれた足と首をガードしていた手は自然には治らないとのことだった。気になっていたリンの容態の方は、あの連れの方は大丈夫ですか。容態については予断を許さない状態です。首をやられたのが厳しい、聞く限りかなり重体で意識が戻らないと。しかしこちらも他の人を心配する余裕はなかった。抗生物質の投与を増やしてくれ。手の整形手術の後3日3晩頭が茹でるような高熱に襲われたからだ。そしてリンはなんとか一命を取り留めていた。佐竹さん、あなたのおかげで生き残ることができました。よかった、本当によかった。彼女の顔を見て俺は涙が止まらなかった。生きてることが両親への一番の恩返しなのだから。その後体調が安定した時点で人事担当が病院へ訪れた。治療費と旅費は全てこちらが負担しよう。しかし採用は見送らせてもらいたい。わかりました。面接もできず大怪我してしまったんだ。こうなっても仕方がないだろう。その後なんとか退院できた俺は日本に帰る前に凛に呼び出された。佐竹さん、あなたは命の恩人。私はいつか日本に行ってあなたに恩返ししたい。そんな気にしなくていいよ、命を守ることに理由なんかない。再会を誓い俺はシンガポールを後にした。日本に帰ってきたと同時に紀藤に食事を誘われたのだが、カワウソの頭丸ごとにイタチカモース。なんたる偶然、絶滅危惧種を出す違法高級店にてカワウソ肉を食うことになったのだ。生きるとは食べること、命をいただくこと。食ってやるよ、食われたら食い返す、100倍返しだ。おお、佐竹さん、ついに気色に目覚めたか。紀藤がいつも言っていることが本質的に分かった。食うなら食われる可能性があるということだな。俺の名前は佐竹博文、今回もまた生き延びることができた普通の男だ。